中国駐車は中国の中央企業であり、世界最大の鉄道車両メーカーである。規模において、アルストムやシーメンスの鉄道部門売り上げをしのぐ。正式社名は、中国駐車古墳有限工事略称は駐車、CRRC。2014年12月30日に、中国国務院国有資産監督管理委員会の直接管理下にある。 中国南車集団と中国北車集団が合併してできた。国有企業改革の一環で中国北車と中国南車の二つの鉄道車両製造会社が成立して以降、両社は海外進出で互いに加藤競争を続け、消耗戦を強いられていた。しかし近年の国際的な受注競争の中、中国政府のインフラ輸出政策の転換を受けて、 合併する運びとなった。合併は、南車が北車を吸収する形で行われたが、その理由として中国皇帝院のリュートも、バイイ氏によれば、中国唯一の輸出鉄道車両である、中国高速鉄道、CRH380 アンペア型電車車両の、すべての部品、サブシステムなどはいずれも中国の知的財産権で、その国産化は中国、 南社自身の技術によるものである一方、中国北社の中国高速鉄道 CRH3 型電車車両は未だ完全な国産化を実現していない。海外進出の競り合いで技術的実力及び高速鉄道の輸出資格を持つ中国南社がより大きな発言権を持つことも一因であると分析している。当事長には北社の最伝国当事長が就任。 南車のテーマサオー当事長は、新会社の副当事長に着任した。6月30日には、参加の大連機車車両有限公師がケニアに、初めて輸出される機関車の交付式を開いた。この機関車は中国国鉄東風4型ディーゼル、機関車をベースに、現地向けに改良したものである。2018年、 アメリカのマサチューセッツ州の車両組み立て工場が稼働開始した。ボストンのマサチューセッツ湾交通局向けの地下鉄車両を生産する予定。2020年、中国駐車傘下の駐車登山が国際高速列車用フリーゲージトレインを公開した。時速 400km で走行する車両のフリーゲージ化は世界初。中国駐車は中国南車と 中国北社と合併したが、子会社、研究拠点は、両社のものを引き継いだ。公師、証券資料 http://news.163.com/.15/.0601/.18/.er1ujv1s0001124j.html 南北。愛並び。おさむ関西電国人中国中、首。 人たしこと http コロンスラッシュスラッシュエコノミックドット jp スラッシュ P イコール48241何社、北社が合併中国が鉄道分野で世界進出へ鉄道車両大手2社の南社、北社が合併世界最大の軌道交通企業が 誕生 http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ06スラッシュ03スラッシュ193スラッシュ系投稿の南社が8日から取引再開中国駐車に社名変更 http コロンスラッシュスラッシュ j.people.comcnn2015-0702 C95,952 から 8914,538HTML 中国駐車ケニアに機関車を発輸出、中国時速400キロの国際フリーゲージ列車を公開化北省登山し AFP2021 年2月13日閲覧ありがとうございます